テリアは、スウェーデン・ストックホルム郊外のソルナに本拠を置き、携帯電話や固定電話のサービスを提供する電気通信事業者。スウェーデンとフィンランドを主な拠点とし、バルト三国など周辺諸国でも事業を展開する。ナスダック・ストックホルム及びナスダック・ヘルシンキに株式を上場し、スウェーデン政府が株式の4割前後を保有している。 テリアの起源は、ストックホルムとウプサラ間の電報の開通を契機に、1853年に、設立された、コングリガ・エレクトリスクテレグラフベルケットに遡る。スウェーデンで通信網が普及し始めた当初は、ラーシュマグナスエリクソンの設立した、アルメナテレフォンなど、民間事業者による競争が行われたが、多数の事業者により並立していた。 通信網の統一を図る目的でスウェーデン政府が出資するコンル。テレグラフバーケットは各社を買収し、1918年のストックホームズ、アルメナの買収をもって、スウェーデンの通信網は民間事業者の新規参入の法的制限は設けられなかったものの、コンルテレグラフバーケットによる事実上の独占体制となった。1953年に社名を テレビルケットと解消した。1992年、郵便事業を、ポストをテレスタイラルシンに、放送通信事業を、テラコムにそれぞれ分社化し、1993年、固定電話と携帯電話事業を行う、企業体として、テリアが設立された。1970年代に開発された、NMT や1990年代に普及した、GSM など、 携帯電話における当時の新技術をいち早く導入。1990年代にはテレニーが強力な競争企業となり独占体制は崩れたがインターネットバブル期にテリアの株価は高騰。2000年6月にストックホルム証券取引所の取引のほぼ3分の一をテリアが占める事態となった。 企業買収により1990年代にバルト三国に進出した。フィンランドにおける通信事業は1917年に設立されたスオメン・レニティン・ラトズの独占体制に置かれていたが、1994年に郵便事業をスオメン・ポスティオイに分社化、また制度改革で独占体制は終了した。1998年に社名を ソネラに解消したが、2002年にテリアとの合併が浮上し、翌2003年にテリアソネラが設立された。2004年にフランステレコムのデンマーク事業を買収。2008年にフランステレコムは逆にテリアソネラの買収を試みたが頓挫した。2016年4月、社名をテリアソネラからティリアカンパニー AB に変更した。2020年6月、 スウェーデンで商用 5G サービスを開始した。ありがとうございます。